皆さんこんばんは。46日間チャレンジ行政手続きを完全制覇の41日目に入らせていただきたいと思います。よろしくお願いします。パブリックコメント手続き見ておりますけれども、そもそもパブリックコメントやってること知ってますか あ、なんか聞いたことあります。なんていうことであるかなと思うんですけども、もう本当にね、一般の方に、そうやって精霊とか症例とかあ、こういうの見たことありますかっていうと、うん、あんまりよくわかりませんっていう方、多いと思うんですよね。 で、しかもその、症例案とかって、まあ、結構専門性高いようなもの多いですから、それに対して意見がありますかなんていうこと、これちゃんとですね、えー、事前に情報を提供したりとかですね、えー、パブリックコメント手続きそもそもやってるんですよってことを、みんながわからないようでは意味がないわけです。ですから、 広くですね、国民がパブリックコメント手続きをやっていることを認知させる必要というのも、これも努力すべきということになります。まあ実際にはですね、あの e ーガブっていうサイトの中で、このパブリックコメントをやっていますから、まあそこで見てくださいという形になっていて、まあ一応ね、えー、事前に周知できているのかなと。 で、しかもあの、情報提供っていう形で、えその、症例案とか、ああ、あるいはですね、政令案の元になる、基礎の、基礎となるですね、資料なんかに関しても、あの、PDF でですね、載ってるんですよ。だから、それを、まあ、印刷したりして、パラパラと見るわけですね。で、見ると、はあ、ふむふむと、この内容に従って、この症例できたのか、いや、でもね、でも、法令の趣旨から考えると、この規定はいらないのではないか、とかですね。 えー、そういう資料があるからこそ検討して意見を言えるという形になりますよね。第41条はこのような形になっています。命令等制定機関は意見公募手続きを実施して命令等を定めるにあたって必要に応じ当該意見公募手続きの実施について周知するように努めると、周知する努力をしなさいと。お当該意見 公募手続きの実施に関連する情報の提供にも努めなければいけませんよということで、周知の努力、えー、意見公募実施してますねということをですね、まあ、e-gab のサイトなんかに載っけて周知をしているということですから、まあ、努力しているということになるんでしょう。そして、えー、さらには基礎となる情報、まぁ、あ、いろいろ資料がですね、添付資料が置かれていますから、 そのような形で情報提供の努力義務もし、果たしているということになるんだろうというふうに思います。まあ、41条に関しては、ま、努力義務規定ということで、意見公募の実施の周知の努力、そして、関連する情報提供の努力、これらが課されているんだということになります。はい、では41日目は以上にさせていただきたいと思います。お疲れ様でした。